やあ、ベイビートム。ライオンを見たって？ベイビージェリーとベイビーキャリーが怖がってるな。どこで見たんだい？学校だって？でもカーシティにライオンはいないぞ。じゃあ確認しようか。ゲートの中にいたって？ライオンがいたぞ。逃げるんだ。そうだね、スーパートラックを呼ばないと。公園に戻って安全なとこに行かないと。カール、ベイビーたちが学校でライオンを見たんだ。なんとかしないと。何になるんだい？動物探偵だって？いいね。やあベイビーたち、スーパートラックが調査しに来たぞ。ライオンは校庭にいたのか。じゃあ行こう。もういなくなってるな。そうだね、早く見つけないと。そうだね、ベイビージェリー、スーパートラック双眼鏡を使うんだ。ベイビーベンの後ろにライオンがいるって？スーパートラックの後ろに隠れるんだ。逃げてるぞ。カ
カール、なんとかしないと。捕まえたぞ。カール、まだ逃げようとしてるぞ。スーパートラック、これライオンじゃないんじゃ。ごめんね、ベン。本物のライオンだと思ったよ。みんな、これベンだぞ。トラクターのベンだったんだ。ライオンのペイントをしてたんだ。ああ、トムのペイントショップに行ってきて、そのままベイビーベンのお迎えをしてたんだね。まあ、解決だね。じゃあまたね。ベビーのみんな、こんにちは。バスケットボールしてるの？シュートする？ベビートムがする？ベビーマット、ボールをパスしてね。あちゃー、ベビートム、届きそう？届かない？うん、どうしようか。考えがあるの？ボタンを押してスーパートラックを呼ぶって、うん、よし、そうしよう。カール、こんにちは。ベビートムのバスケットボールが木に引っかかっちゃったんだ。助けに来てくれる？よかった。ありがとう。病院のトラック？違うね。他のを探そう。準備はいい？スーパートラック、うん、よし、さあ行こう。うわー、ベビーたちが喜ぶね。見て、ベビーのみんな、スーパードラッグが来てくれたよ。バスケットボールはどこかな？スーパードラッグ、あそこだよ。ベビーマットとベビートモを助けてくれる？どうやって取ろうか、スーパードラッグ。ベビートムが後ろから上に登って、トランポリンで跳ねてバスケットボールを取れるようにって。よし、ベビートム、準備はいい？
取れたよ、ベビータム。スーパードラッグがベビーマットもトランポリンに乗っていいよって。楽しんでね。ありがとう、スーパートラック。また今度ね。トム、こんにちは。忙しそうだね。カースティの今年のカーニバルに向けてポスターを書いてるの？もうすぐ完成かな。あれ、絵を描かなきゃいけないポスターがたくさんあるね。カーニバルはあと数時間で始まっちゃうよ。救急車のアンバーだ。トム、アンバーがカーニバルのセーフゾーンの病院サインが完成したか聞いてるよ。アンバー、トムはそこにあるポスターを全部今から書かないといけないんだ。そうだね、アンバー。スーパートラックを呼ぼう。カール、レッカー車のトムが困ってるんだ。今年のカーニバルがもうすぐ始まるんだけど、ポスターがたくさんまだ描けてないんだよ。今日は何に変身するの？スプレーペイントタンクに変身するの？いいね。ペイント缶がたくさんだよ。ペンキを出すのが上につくのかな？さあ、トムのペイントショップに行こう。かわいそうに、トムはヘトヘトだよ。スーパートラックが来てくれるから安心だね。スーパートラックだよ。トム、スーパートラックが色を塗りやすいようにポスターを床に置いてくれる？3、2、1、ペイント。カラフルにしようね。
すごいよ。もう出来上がっちゃった。ちょっと待って。アンバーのセーフゾーンのポスターどうなった？スーパートラックが他のポスターをペイントする間に作ったの？トム、あのね。ああ、そうだね。カーニバルが始まっちゃうね。ポスターを急いで持っていかないと。助けてくれてありがとう、スーパートラック。君のおかげでカーニバルも見栄えがいいね。カールトランスフォーム。こんにちは、ギャリー。どうしたの？ああ、タイヤがパンクしちゃったの？どうしようか。そうか、仕事は今日中に終わらせないといけないんだね。心配しないで、ギャリー。トランスフォーマーのカールを呼んでこよう。今日君の代わりに働いてくれるよ。ちょっと待ってて、カールを探してくるね。こんにちは、カール。ゴミ収集車のギャリーが困ってるんだ。来てくれる？よし、早速行こう。今日はどの乗り物に変身するの？もちろん、ゴミ収集車だね。カールが変身する時間だよ。トランスフォーム。バッチリだよ、カール。さあ、ギャリーのところへ行こう。カール、見て、ゴミ収集車のギャリーが待ってるよ。ギャリー、カールが助けに来てくれたよ。よし、早速作業を始めよう。その調子。そのゴミ箱を空にしようね。バッチリだよ。お疲れ様、カール。ゴミ箱はあと一つだけだよ。
よく頑張ったね、カール。これで仕事完了。カール、ギャリーを助けてくれてどうもありがとう。家に帰る時間だね。バイバイ、カール。ギャリーもね。バイバイ。ベイビーたちも頑張ってるみたいだな。ベイビーフランクによると母の日のカードを作ってるみたいだね。中に行かなきゃ、みんな。どうしたんだい、ベイビートム。誰かがカードを盗んだって？もう一個作れないかな？ベイビーアンバーが髪がもうなくなったって。そうだね、ベイビーアンバー。スーパートラックならなんとかできるかも。ある助けが必要なんだ。ベイビーたちの母の日のカードが盗まれて、代わりに何か作らないといけないんだ。今回は何に変身するんだい？クラフトトラック。いい考えだ。おお、かっこいい腕だね。焼却炉か。何に使うんだろう。じゃあベイビーたちのところに行こう。スーパートラックが来たぞ。何してるんだろう。ああ、紙切れをリサイクルしてハートを作ってるのか。おお、賢いな。ベルブル。そしたら飾り付けだ。
どうしたんだい、ベイビーアンバー。カードが盗まれて悲しいって。まあスーパートラックが何とかしてくれるさ。今日は風が強いな。あれ、ベイビーのカードかな。おお、ハートの飾り、綺麗だね。ベイビーたち、カードを見つけたぞ。風で飛ばされたみたいだね。これで母の日の準備も完璧だ。お疲れ、スーパートラック。じゃあね、ベイビーたち、また次回。